さっきログインしたらログインボーナスでダークブルーチュニックゲット。グラデーションが綺麗な藍染めのチュニックバとヨーのコラボレーション企画、よくわからないんですが装備。まあチケットはないのでサンマです。まあ微妙ですね。却下ですね、多分即却下のアイテムになりそうだが、1位取ったらまあ装備してやってもいいぞと。私は4マも含め、こう、うまくなりたい、単位を上げたい、だから勉強しよう、調べよう、こういう意図はなくて、自分の好き勝手打ってさてどうなるっていうスタイルなんですが、まあ軽くネットでこう、4マ、3マ違いとか、3マ勝てないとか、3マ上達とか、なんか、まあ興味本位で遊びの一環でまあ調べることは、ただ、これからもあると思います。まあ、そんな感じで軽く調べてたら、麻雀豆腐っていうサイトで、まあ、いろんな麻雀プロが、麻雀についてあれこれ書いてるようなサイトですが、まあ、3マと4マの違いというか、3マで勝つにはとか、3マで大切なことみたいな、そんなニュアンスで、まあ、記事があって、もう過剰書きになってました。で、なんとなく私も、まあ、3マ、多分40曲ぐらいは打ったと思うんで、まあ、少しこう、共感するという部分があったのが、4マと3マは別物なので、3マを、本格的にというか、打つんだったら4マは一回ストップした方がいいよ的な、3マか4マかどっちかに絞った方がいいよ的なことが書いてあって、なるほどなぁと。なんか私もどっかで言ってた気がするなぁと。で、自分も、まあ3マは私は40回ぐらい打って、3マ打ちましたとは到底思ってないんですけど、4マと3マを交互に打つとちょっと慣れないんですよね。4マの感覚でここは3マなのに、ここは地位ですね、とか。3マなのに、まあ、さすがにマンズの1と9以外はないぐらいは、常に入ってますけど、ここは地位ですね、ぐらいは、普通に今までも何度もあったし、まあ、これからも大いにあると思うんで、少しこう混在しちゃうっていうのと、ちょっとちゃんたに寄せたいんですが、9ピン切っちゃったんで、まあ、実際はペイの2000点かなって感じです。うーわー。一応言いそう待ちます。出たらローンです。上がソーズですね。上ソーズ。左は親なんで、ラフリテンリーチ、ごめんなさい、上がります。YouTube ライブならよっしゃ来たフリテンリーチなんですが、まあ、上がもしかしたら、鎮逸の、倍満天敗、すでにしてたかもしんないんで、この上がりの点数がどうこうっていうよりは、実は上と左が、倍満クラスを天敗していた、チャンスを潰した上がりっていうことも、麻雀じゃなくて、サンマだとあるんで、必ずしも意味ない上がりとは全く思わない。これは当然第3ゲーム見ますね。ボン。嫌なんで、これ勘しない可能性は普通に私はあります。チーして吐く切るとか、このあたりで、ちょっとこのあたりで勘か。これはまあただの偶然で、別に乗ったのはただの結果論です。ただ、勘しない可能性も普通に考えていて、まあ、こうなると絶対、第3弦、警戒して、初はもう場に出てこないんで、これはシャンポンじゃなくて、2番目に取ります。手出しで、ちょっと今偶然持ってきたので、手出しでこう切ってあげると、なんか2番目嫌ったのかな、的な。そこまで見てないと思いますけど。これは吐く、うわ。
目立たせてやるか。ハーピンを釣り出す。ハクチュン、ドライチ、オヤマン。ハクチュン、ダブトン。あ、ハクチュン、ドラ4。ドラ5。ハクチュン、ドラ5です。インパチでいいや。あ、倍、親倍になりました。ハクチュン、ドラ6。あ、オナテンの気がする。94の間4件のウッパーピンの気がしますね。まあ、これはただ、ドラが乗っただけなんで。ただ、シャンポンに取る気はなかったですね。ダブトンといえど。これはピンフ系に綺麗に育ちそう。もしかしたらシャア2枚落としていくレベルに育つ可能性まであります、ね、4馬だったらまあ、ちゃんと9ピンにしてシャア切る最終形になると思うんですが、3馬だし、親だし、9ピンとシャアのシャンポンでもいいんで。これは、あと広く、点数今浮いてるんで広くいってみよう。少し余裕があるので広く大きいを2面にとかのメンツ中膨れをイーペイ光景に2つの2面にとか、まあ、そうそうこうしてるうちに偶然カンちゃんから引くっていう可能性もマージャンはあるんで、上は想図に寄せたかなっていうこんな気です。あ、こういう、まあこういうパターンですね。同金が2面にと。想図が2つの2面にと。あ、ドラフォン。ルーピンが枯れそうだ。3馬なのでこれ安全圏でも別にないんで、上がりに向かいたい。あらら、チーソーが0。この手、あんまり良くないですね。ルーピンもポン。シーソーは0。2面のいいシャンテンですけど、ちょっと一歩引こうかなって思っちゃう2面ですね。あれ？いやー、ルーピンをポンしてリアンルーピンか。まあ、ウーピンポンした時点では、ポンパってなかったからウーピンポンと。まあ、面前でもなんか張ってそうな。手の中にウーピンが2枚あったわけで。まあ、いずれにせよ。取り返すしかない。左からすると出場最ですね。出どころ最高の直撃。この親流したいですね。この親流すと上の人相当苦しくなるんで、上の人からすると唯一のチャンス、ここが。勝負どころ。なので、1000点でもいいんで、相手の勝負どころ潰す上がりをしてやりたいですね。そうすると1対1になるんで。ドラがウーピンですけど、多分先に切った方がいいのかな。シャワポンです。1。リーチ、シャア、ドラドラ。8000。今だとリー。約々本一、ドラ1。上が息を吹き返してしまった。これを防ぐための1000点の上がり。今のは1000点じゃないんですけど、気持ち的にはもう、早上がりっていう意味で1000点です。たまたま打点が高かっただけです。ただ、上からすると、まだまだいけるに変わっちゃいましたね。これは苦しいぞ。この点差だと、今1000点で流しても、上からすりゃ、最後まで逆転のチャンスありなんで、この形から1000点のポンはいいや。さっきとは状況が全く違うんで、
うわ、ちょ、怖いな、缶が2つ入ってるぞ。いやー、攻めれないな。とりあえず、シャア2枚落として考えるんですが、上は親なんで、攻めてきている、アンカーもしてる。いい街だな。これで平たくなっちゃいましたね。まあ、ほぼ点差はないでしょう。上も2万5000だったら、3まであれば普通にトップ狙えます。ここは、1000点で流す価値ある場かなと。兄ちゃんの親、5000点差。ただ、普通のメンツでいいシャンテンなんで、ペイをコンする意味があるのかって感じですか。ピンズの1通と、ドラのリャンズを。ただ、ここは1000点でいいんで、ドラのリャンズを使う必要はない。上がれれば OK。ハンマだとこれピンズに染まりそうですね。この形だと。やっちまった。まあ、ただドラがリャンゾーなんで、パーソーじゃなくてリャンゾーを切るっていう選択肢は、多分同じ場がもう一回来てもないんで。今は染めて相図かなと。こうなると、ペイをポンして、イーピンちゃんと、ただ、スピードで完全に負けている。ちょっと危険ですね。ドラの短期にぶつかって、このテンパイ逃しが、うわ。いや、きついな。ペイのみ、ペイドラドラ。ウーチョウが通ったんで、ヤンゾウが通るかも。リーチしてるんで、リャンゾーが出てくる可能性あるけど、まあ、上が初ドラ1、2000点なわけないんで、あ、3色同行はないか。上は多少の打点必要なので、泣く以上は、トイトイドラドラ、発生を、やっぱりリャンゾーがなんか光ってる。リャンゾーは左のロンパイです。トイトイ、初、ドラドラ、バンヤン。これはお見事。オーラス平たくなってしまって、かろうじてトップは維持してるんで、クイタン闇ピンフ自敗の実は通用しますが、当然そんなのは上の人、左の人、7段ってことは相当打ってるんで、あ、この親は闇ピンフクイタン自敗の実で来るなと、もう、絶対に分かってるんで、それを阻止する、リーチであったり、何かしてくるとは思うんですが、ピンフイーペイコーイーシャンテン。こっちもスピードじゃ負けてないぞ。しかも、イーペイ確定なんで、チートもイーシャン。どんなテンパイでもいい。これは左からリャンピン出ますね。あ、イーマンもいいな。いや、左はどう考えても想図でしょう。リーマンつもぎりでしょう。左は白本一ドラドラとかの。9ピンは出るでしょう。パーピン4枚枯れ。しかも想図。いや、出ないわけがない。いや、ちょっと、いい牌ばっかり引くな。パーピン4枚にもかかわらず9ピン出てないってことは、あんこで持たれてる可能性ある。ノーチャンスの唯一の注意点なんで、
の QP は実はもう順から可能、かもしんない。うわぁ、まごまごしてる間に、一つ裏目。いや、ここは攻める。自分で上がりきる。ランは、ランも待ちいいな。かろうじてですね。ただ左も上もトップ、ちゃんと点数の差を考えての 手作りなんで、あ、オーラス今結構厳しいな。キューピンがどっかに固まってなかったのが、まあ唯一救われた、運良かったなという一局で、ほなチュニックを装備して初対戦はまずトップだったんで、まあ次回もトップ取れないまで、取れなくなるまではちょっとこの洋服着てみたいと思います。久しぶりに言ってみました。どうもありがとうございました。